ターザン&ジェーンを見たよ。ターザンの声がね、あの、小杉十郎太さんになってて、めっちゃイケボになってて笑う。まあ、話は、まあ、まあ、いつもだね、感じなんだけど。まあ、とりあえず、ターザンからね、作画の良さをね、真逆にして、まあ、ドラマもそんななくして、で、あと話もなんか、三つぐらいなんか、入れて、できた作品ですみたいなやつで。まあ、なんとも言えねえけど、ただ俺ちょっとジェーンのさ、同級生の女三人がさ、ジャングルにやってくる話は、割となんか嫌いじゃないんだよな。俺あれでさ、ジェーンがさ、ジャングルの良さを分かってもらおうとさ、ピクニックに誘ってさ、で、ピクニックからね、黒ヒョウが二匹襲ってきてさ、遭難するんだけど、川に流されて。そっからジェーンの同級生がブチギレそうになるんだけどさ。でも今から私がいないとあんたら生きていけないよねって逆ギレをかますジェーンでさ。抑え込むっていう流れが好きすぎて。俺、一つ目の話結構好きなんだよ。ジェーンが面白いんだよ。2話3話は正直微妙な話なんだけど、あとね、それ終わった後にね、そのまあ就活的な、ターザンとジェーンのなんか1年目の結婚記念日みたいなことをするんだけど、その時に流れる歌が結構良かったと思うんだよね。まあそんな感じで、まあ俺的にはまあ作画ほんとひどいんだけど、作画ほんとひどいんだけど、まあまあまあみたいな感じかな。まあ、まあ見なくてもはいいかな。